こちら事故物件の世界。パパはお坊さん、事故物件住みます芸人松原谷さんです。お願いします。怖いの嫌なんだよな。いやもう眼球おかしになってますよ。自己眼球。パパはお坊さんってどういうことですか。父親がもともとは公務員でキリスト教徒だったんですけど、ある日道端で倒れて目が覚めた時に光が見えたっつって仏教に改宗したっていう。あとママは踊り子なんです。どういうことですか。姉がアイドルっていう。いやもちろん。くのいちっていう忍者アイドルなんですけど。デビュー曲は恋ジプシーっていうね。いや全然。今は医療系ポップス歌手をやってます。いや何ですかそれ。事故物件住みます芸人ってなんでそんなことしてるんですか。北野誠さんっていう先輩が、はいはい、お前ら行くなっていう心霊番組をやってて、若手芸人に事故物件に住んでもらうと、定点カメラをずっと置いて半年間毎日夜撮影して、幽霊が映ったら初めてギャラがもらえるっていう。ほんとほんとそういう企画だったの。めちゃくちゃだよ。屈強なマネージャーが入り口で腕組んで当選簿してるんですよ。やっぱり最初は嫌だったんですね。最初はまあ嫌でしたけど、仕事全くなかったんで、芸歴10年目だったんで、その時点で、はい、これも何かのチャンスなのかなっていう葛藤の中やってみようかっていう感じですね。今も住んでるんですか。今が15軒目を住んでいて、新たに16軒目を借りたところですね。引っ越すんですか。いや、セカンドハウスみたいな感じで。今の物件はやばいんですか。16軒目がゴミ屋敷で住んでた方が2年間家賃を払わなかったんですよ。大家さんが困って中に入ったらゴミ屋敷の状態で、はい、夜逃げされたなみたいな。結構悪趣味というかホラー系のオブジェとかがいっぱい並んでるんですよね。ゴーストのフィギュアみたいなとか、はい、骸骨の模型とか白骨化した鹿の頭とかいっぱいあって、これすごい家だなって思ったら、地面に人骨の模型みたいなのがこう横たわってたんですよ、はい、うわこんなリアルな、これ本物やみたいな。いやこれ本物なんです。うわ本物やってなって、警察呼んでそのまま骨だけ回収された後のそのまま残ってる物件なんですよね。え、片付けてないんですか。ゴミ屋敷のままです。うーわ汚ねーなー。この土みたいなのあるじゃないですか。ここに白骨化された人体模型があって、あベランダの奥に骸骨の模型があって、ラスボスみたいに鎮座してるんですよね。でそこ泊まったんですけど、やっぱ泊まったんですか。ここに布団引けないじゃないですか。椅子にビニールシートをかけて座りながらほんまに吸い込んだら危ないんですよ。人間の遺体って分解される段階で病原菌とかが細胞の酵素みたいなのもなくなっちゃうから、どんどん繁殖していくんですよね。それを吸い込むことによって感染症になったりとかがあるので、防毒マスクしてるんですけど、はい、初めて買ったからマスクの下の部分にフィルターをつけなあかんの忘れてて全く無意味やったんですよ。と思ったんですけど、タニシさんとマンション内ですれ違ったら地獄ですよね。こいつ住んでるやん、終わった。本当に契約の段階で事故物件住みます芸人であることをバレてはいけませんっていう契約情報があるとこもありました。自分の家なのに変装して帰らないといけないっていう。そんなタニシさんは事故物件にまつわる本を出版してらっしゃいまして、怖い間取りシリーズは累計で約25万部のベストセラー、映画化もされてますよね。そうですね、2020年に亀梨和也さん主演で。間取りがいっぱい出てくるような本なんですか。間取りがまずあって、そこで起きた出来事が文章として書かれてるみたいな。25万も買う人いるの。ねえ、よく買いますよね。無事出版できたんですか。絶対これ出版の最中に怖いことありましたみたいなの。印刷会社の印刷機が故障したりとか。うわ、マネージャーのスマホに撮った覚えのない動画が28秒入ってるっていうのがあって、怖い間取り3が出るタイミングで打ち合わせを会議室でやってたんですよ。その間マネージャーはプライベートの携帯を自分のデスクの上に置いてて、会社の携帯を持って会議室にいたはずなんだけど、はい、30分か40分の間に戻ったら、触ってないはずの携帯電話の中に謎の動画が録画されてたんです。ヘラヘラするな。勝手に撮られてた動画ってことですよね、うん。まあ、単純にもう真っ暗ですけどね。単純真っ暗なんですけど、はい、ちょっと後半なんか変なものが映り込んでまして。え？こうね、なんか今チラッと、はいはい、ピャッと、ああ、うーわうわっ、最後赤くなるって。怖っ。出版するなっていう警告なんじゃないですか。おめでとうじゃないですかね、紅白の。こうしてたんかもしれないですね、ここ。スリーおめでとう、スリーおめでとう。いやでもやっぱ2がいい。
そんなね、怖い間取りの中からよりすぐりのエピソードを語っていただこうかなと。大阪、家賃安っ。 2DK 4.5 畳と6畳で26,000円、元は5万2000円って書いてある。だ、半額です。半額だ。うーわ、もう告知事項最悪じゃないですか。飛び込んにで入った不動産屋が3つありますと。今紹介できるのは、はい、殺人、自殺、病死。その3つの中から殺人選んだんですか。一番安かったんです。立地も良くて。ここはですね、後輩芸人とルームシェアしたんですよ、はい、僕は6畳の部屋、後輩は 4.5 畳の部屋で寝ようと、はい、6畳の部屋の和室の畳が1枚おかしくて完全にはまってなかったりして、はい、ちょっと新しいなんかあるなと思ってゴボって開けたら血が染み込んだ跡ありまして、ここで事件が起きてんのかなとか思って、お風呂場見に行くんですよ。排水口が水はけが悪いと。割り箸でつついたら髪の毛がブワー出てくるんですよ。これなんやろうって思ってカメラで撮ろうとしたら、録画ボタンを押した瞬間にカメラが壊れるっていうのがあって、うわ、なんやこれと思って日々過ごしてたら携帯に留守電が入るんですよ。知り合いのスタッフさんだったんで、はい、かけ直すじゃないですか、はい、かけ直したら俺電話かけてないよって言われるんですよね。じゃあこの留守電何なんだろうって思って聞いたら、ゴボ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 みたいな音が2分ぐらいずっと入って、はい、気持ち悪いって思ってたら、はい、また別の日に違う人から電話がかかってきて、はい、谷志くん俺の携帯に変なゴボゴボ留守電入れるのやめてくんないかなって言われて、電話かけてないですよ。いやでも留守電入ってたからさみたいな。でこの話を知り合いの漫画家さんに、はい、こんなんあったんですよ最近って言って、はいはい、それ漫画で書きますって言って、その人が夜中ネーム作業で留守電にゴボゴボ入ってたって話書こうとしたら、知らん番号から電話かかってくるんですよ夜中に。誰からだろうって思って耳に当てたら、ゴボ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 音が鳴っていた。何これっていう思って、近所に定食屋さんがあってご飯食べてたら、定食屋さん大将が、はい、初めてこの店って言われて、はい、すぐ近くに住んでるんで来てみましたって言ったら、え、事件あったとこかいな、息子が母親を部屋で殴った後にお風呂場連れて行って顔沈めてたとこやろって全部教えてくれたんです。最後じゃあお風呂場で亡くなってんだって思ったら、ゴボ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 って亡くなった方の声が入ってきてるのかなっていうね。今日お蔵入りです。次に行きましょうか。 1K6 畳ロフト付きで36,000円。ここはですね、遺書があったんですよね。若い女性が恋人と喧嘩した末に突発的に玄関のドアノブで亡くなられたと、はい、住んでみると頭が痛くなるんですよ。すごい、どうもロフトで寝ると頭痛くなるなと。ロフトに何かあるんじゃないかって思ってよく見たら、柵の部分に付け直された跡があるんですよね、はい、補強されてあったりとか、くぼんでいる部分があったりとか、はい、ロフトで亡くなったんかなと思って。でも不動産屋は玄関のドアノブが現場って言ってたし、なんだろうなと思って、事故物件工事サイト大島テルを見ようと思って、住んでる住所を打ち込んで見たらちゃんと事故物件だな。でもこれは玄関のドアノブでなくなった情報がもう載ってるのかもしれないと思ってクリックするんですよね、はい、そしたら玄関でなくて3年から5年の前の間にロフトで首吊りっていうのが書かれてあって、前住んでた人は3年前じゃないから、ってことはロフトで首吊って事故物件になった部屋に住んだ人がドアノブで亡くなってたんだって、2人亡くなってるって言われて、この辺りから変な現象がさらに起き始めるんですよね、はい、顕著なのがスマホで写真撮るとしたら顔認証するじゃないですか。全くしなくなるんですよ、こういう風に。僕には顔認証しないと。これはいろんな芸人さんとイベント出た時に、はい、僕だけ顔認識しないっていう。本当だ、顔認識する時もあるんですけど、はい、同時に膝認識するしまいに顔が真っ黒になっちゃうっていう。え、これふざけてるとかじゃないですか。違います、本当にこうに映っちゃったんですか。こういう風に映っちゃうんです。いやこれやばいっすね。事務所のホームページのプロフィール画像なんですけど、はい、この状態で出たり、頭のてっぺんだけの状態で出たりうっすらいやいや、これボケでしょ、これ良くないっすよ。松竹のマネージメントしてる人がこういうエフェクトをかけてます。いやもうそれやったら技術すごいなこれね、鼻からオーブが出てくるんですよ。ほら、鼻からオーブが出てくる。お、本当だ。その前にこのカツラみたいなやつ何なの首セブンですね。家の前に並んでたんです。7つ首があると思って持って帰って、こういう風にして寝てたんですけど、鼻からオーブが出る。いやいや、鼻からオーブの方入ってこないんですよね。この人頭おかしいよ最後お願いします。14軒目、85DKK。 一軒家です。ダイニングキッチンがあって、キッチンがもう一個あるんですよ。うーわー、告知事項きつ。これは本当にきついですね。その結婚が残った状態の一軒家です。玄関がまたビシャーとか、玄関開けたら2分でご飯じゃないですけど2秒でチビシャーなんでしょうね。それって不動産会社綺麗にしてくんないですか。谷さんが借りる前に清掃入んなよ、分かってるような仕事そのままにしといてくれよみたいな。まさに不動産会社が言ってくれてるって感じですね。清掃しなくていいでしょ谷さん入るでしょ、そのままがいいんですよね、これ読みましたよ
不思議なのが2階にトイレがあるんですけど、トイレの中にもう1個部屋があるんですよ。あんなの見たことないです。宝箱絶対あるじゃないですか、ね、ドラクエだったらまあまあいい宝石入ってますよね。入ってみようと思って入って内側からドア閉めたんですよ、はい、そしたらカチッって音が鳴ってマグネットでカチッってなる仕組みなんですかね。で裏側に取っ手がないことに気づいて閉じ込められたんですよ。いや出られへんってなって、はい、そのまま30分ぐらいこのまま誰にも発見されずに3つ目の液体になるかもしれないので焦ってたんですけど、はい、そもそも電気通ってないから懐中電灯持って中入ってたんですけどパッてつけたら手形がブワーついてるんですよ。うわ何これって思って、はい、とにかく出なきゃって思って懐中電灯がフィルターがついてるんですよね、はい、それでドアの隙間をこうやったらカチッって音が鳴って、はい、ピャーって開いたんです、はい、あよかったって汗だくなって出て、はい、テープレーやったらほんまに出られんかったなと。あの手形誰か閉じ込められてるよなっていう石棺じゃないですけど。そうなんですよ ね、 ね閉じ込める秘密の部屋で。そうだってこんな間取りないでしょ。もしかしたら収納スペースなのかな。めちゃくちゃトイレットペーパーを確かに2階のトイレにはウォシュレットがついてないんですよ。ただ1階のトイレは血まみれです。僕結構大丈夫だったな。イクさんもダメですか。こんだけ喋ったのに。最後ぐらいはポップな感じで終わりたいので、タニスさんがブッコロのイラストを描いてくれてる。そうなんですよ、こちらですね。いやいや、なんで手描いちゃったんですか。いやいや、すごいいい球放ってくれてるんですけど。いやいや、あ、でもこれ手2本。これだけ唯一合ってます。これはどうだ。これめっちゃうまない。これはめちゃくちゃうまいです。これはめちゃくちゃうまい。あ、これ最新のブッコロですね。事故物件住みますブッコロになってるんですね。絶対住まないです。ぜひ経過観察して事故物件でブッコロ置いて。一人だったらまだしも妻子供いるんでね。私妻子供おんの。